はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。では今回は This is the Police の92日目プレイしていきたいと思います。市内の大気汚染レベルは異常なしと生態学者が発表。カーショップヘルズホイールスポーツカーが並ぶ賞を企画。並ぶ賞って何だろう。なんかね、ゴーゴーパーとかで女の子が並ぶ賞だったら全然企画してもらいたいけどな。あとは港の商業活動60%増加ということですね。で、捨てる神あれば拾う神あり。まあちょっとよくわかんないですよね、これ。本当に、毎回。では、今日も元気に出勤していきます。ということで、腕章誰にあげようかな。ゴーティエ。そうだな、まだ持ってないところで言うと、オハン・ラハナンにあげましょうか。オハン・ラハナンに。まあ、警官はね、かなり充実してるんで、安心感はありますよね。一時かなり警官不足で、進退極まったこともあったし、実際それでゲームオーバーになってタイムリープする羽目にもなりましたからね。一度ね。神からの試練。ちょっと待ってくれ。なんだ神からの試練って。4人も出すと、5人か。ボイド所長、あなたはミサに来ることは？あるのならきっとご存知でしょう。我が教会の中でも特に向上心にあふれ、見識ある教区民たちは、神聖なる粉の恩恵に預かるために信じられないような額を寄付してくれます。この粉はまさに天から授けられるマナで、反キリストの到来に備えて雑念を払うためのものです。ところが残念なことに、数人の教区民たちが教会に背を向け、外の世界へ出て行きました。イエス様の仇たちが本物とは程遠い悪魔の粉を安く売りさばいているからです。そう、神から祝福を受けた値段よりだいぶ安くです。イエス様によって教会から追放された彼らをどうか始末してくれませんか。神からの試練。いや、なんだろう、よくわかんねえけど、完全にこれ薬でしょう。まあ、ただ下から5人じゃ派遣しちゃいましょう。これ5人派遣して耐えられるかっていう問題はありますけどね。こんなに出しちゃうと、残りの事件数が多いと、偽の事件を見極めるのが難しくなりますね。じゃあ自動車事故からです。酔っ払ったドライバーがバス停に車ごと突っ込んだ。車はエンストを起こし、ドライバーはフラフラしながらも逃走を試みている。まあこれは2人出せば十分でしょう。2人で行ってくれよ。2人で行ってくれるね。ですぐ戻ってきてくださいっていうところですかね。で、今度は窃盗事件ですね。退職者のフランクセターから何者かに芝生を盗まれたと通報。時計のような規則正しく、毎月必ず何者かがやってきて私の美しい芝生を切り取って盗んでいく。犯人を見つけたら必ず懲らしめてやる。私は元軍人だから、数えきれないくらい敵を葬ってきたんだからな。なるほど。これはガセネタの匂いがするんでスルーしましょう。ボイド所長、あなたも私と同じく反キリストの到来が起こらないことを願っておられるはず。フリーバーグの司教か。逮捕した、刑務所に収容して、住む存在ではないのですから、今後、慶応会からのサービスは全て割引価格で提供させていただきましょう。ここにあるお金をフリーバーク司教から個人的なプレゼントとして受け取ってください。75かよ。全然少額だな。ただこれで5人が戻ってきてくれれば、全然やれますよね。1日、ずーっとってわけじゃないんであれば、おっと、ショッピングエリアで万引きが横行していて、マスコミたちが騒ぎ立てている。警察による警備を強化ということで、これ市長からの依頼なんで、しょうがない。プロクターとミルサップ、下から2人派遣しましょう。よし、間に合ったんで窃盗事件の方も2人出しましょう。まあ多分ガセンダかなとは思うんですが。で、喧嘩騒ぎはエブリデイショッピングセンターね。店員が新商品であるトマトペーストの宣伝のため、トマトの衣装を身にまとって働いていた。彼はプロボクサーのジョシュア・ドレイクを間違って驚かせてしまい、ジョシュアが怒鳴って店員に飛びかかり、拳で何度も殴った。通行人が阻止しようとしたが、ジョシュアはさらに激怒。なるほどね。これはでもあれだよな、パワーズと
プラド投入しましょう。プロボクサーだからね、ボコられる可能性ありますよね、逆に。まあ、ちょっとタイとかよく遊びに行くんですけど、まだムエタイとかね見に行ったことがないんで、チャンスがあればムエタイとかもね見に行ってみたいなと思うんですけどね。月頭地区、豪華な白いキャデラックのドライバーが黒人の若者を跳ねてしまった。現場から逃走しようとしたが判断を誤って柱に衝突。なるほど。じゃあこれは黒人を跳ねたか。そうなると、まあ、黒人ケネディと白人サンヌ、この二人を出しましょう。おっと、二人では言ってくれない。じゃあ腕章を与え、袖章を与えたオラン・ハナンに言ってもらいましょうか。まあこれは完全に誤報でしたね、予想通り。ただムエタイとかってね、きっとその夜がメインなんじゃないかなと思うんですよね、試合が。夜はねやっぱり忙しくてなかなかねいけないんで、ムエタイって昼間もやってるんですかね。ちょっとそういうのも調べていかないとダメだな。でテロの予告ですね。粉のようなものが入った封書を発見と郵便局員から通報。封書には地獄で焼かれろと書かれていた。どうしようかな。これまだいけないんで、戻ってくるのをまず待ちましょう。あと十数秒ありますからね。戻ってきたら派遣しましょう。おっと、その前に月頭地区での自動車事故が来てますね。2人の男性がキャデラックから血まみれの女性を引っ張り出しているが、人だかりに阻まれ女性を病院に連れていけない。興奮した群衆の中には警察には役に立たないと叫んでいる者もいる。こいつはここにいる一般市民から裁きを受けさせると叫んでいるわけだな。なるほど。警棒を取り出し攻撃準備を整える。いいだろう、急いでやれ、というか一般市民の裁きとは一体どんなものだと問いかけるか。まあここは警棒を取り出して威嚇しましょう。群衆は警察にガラス瓶や石を投げつけ始めた。まずいな。威嚇射撃をするかやめろというか、冒頭鎮圧用シールドの後ろに隠れ群衆を押しのけるか。まあ群衆を押しのけるのが一番いい でしょう。ケネディ、サンヌ、オラン・ハナン、3人投入してよかった。でテロ予告の方は、じゃあゴーティエにスペイン、まあ、スペインといえばカタルーニャ地方でしたっけ。なんか独立宣言かなんか出てましたよね。いや今日も事件多いな。エディスバーガーの方はあと10秒ですが、まだ警官が1人しかいないんで出せないな。しかもベイカーか。できればベイカーじゃない人物を出したいけどな。間に合った、ギリギリ間に合いましたね。エディスバーガーの殺人事件ですね。騎士の衣装を着て巨大な剣を手にした男がカフェに入ってきた。注文を済ませると数時間にわたって静かに隅に座っていた。皆がその男に注目しなくてなった頃、男は立ち上がって剣を引き抜き力強く振りました。すでに客の数名が負傷か。これでもこんな状態でよく店に入れましたよね。お断りされてもおかしくなくないですか、甲冑を着てたら。これも2人じゃなくて3人じゃなきゃ言ってくれないか。で窃盗事件の方はあと十数秒ありますね。テロ予告の方は誤報か。もったいなかったな。誤報に人を割くっていうのはね結構厳しいんですよね。窃盗事件です。ビル・バックラーは隣人のデリー・クルワーズに家族旅行で不在にする間農場の管理を頼まれたと言った。しかし不審な人物たちがトラクターで現れ、隣人の農作物を盗もうとしている。10人ほどの集団が友人から強奪しようとしていると通報。もうこれ完全に盗みに入ってますよね。で迷惑行為ですね。エブリデイショッピングセンター、大柄の道化師がショッピングセンター中を走り回っている。こんなことってあるかな。心臓が止まるほどびっくりした。そうですよね。私には疾患があって医師からの診断書も持っているんだ。だから脅かされるような真似はしないでくれと無職のジョン・ホッケン・スミスは言ったと。まあ、道化師が走り回る、これただショッピングセンター側のイベントかもしれないですもんね。なんとも言えないよな。でエディスバーガーの方は、じゃあこれは一人プラド派遣しましょう。プラドは一人でね 7,8 人分の働きしてくれますからね、能力的には。さあもう事件はいらないよ今日は。農場の方ですね、警察に気づくと容疑者たちは理解不能な言語で口論。二人
人の女が逃げ出し農場のどこかに隠れている。おう、どうしようかな。現場を慎重に調べるか、子牛たちに尋問するか、しゃがみ込んで女が現れるのを待つか、まあ、現場をまず調べましょう。さあ、もう事件はいらないよ。もう事件はいらないけど、迷惑行為の方がやっぱり雇われた道化師でしたね。で、殺人の方は無事逮捕しません。プラドを投入した甲斐がありました。で、クリストファーサンドアリー、アイスアリーナでの暴行事件ですね。伝説的シンガーであるジェナーロ・クレスポの公演中、何者かが夜の頭に彼の頭にトウモロコシを投げつけた。彼は笑い飛ばして演奏を続けようとしたが、コンサート関係者が激怒、観客全員にカメラを停止するよう要求。犯人を拘束するまで誰一人としてここから出すことはできない。大勢の観衆がいるので、できるだけ多くの警官をよこしてくれ。なるほどね。あと8秒待ちますか。ギリギリまで、警官が投入できるギリギリまで待ちましょう。よし、何人出せるかだな。2人は残したいので、このあとまだ事件が起きる可能性があるので、2人残して護送車も入れて、こんだけ送れば大丈夫でしょう。んーで、ちょっとね、刑事事件の方はまた、お、新しい写真が見つかってる。これは捜査したいな。ようやく新しいね、写真が見つかりましたね。もう全然見つかってなかった、進展なかったんですけど。さあ、これで事件は今日は終わりかな。終わったぐらい。よし、こっちも無事解決で、今日の勤務終了ですね。いやー、長かったなー今回も。はい、というわけで92日目お届けしました。いかがでしたでしょうか。次回は93日目プレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひこの続きもご覧ください。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。